巫女の忍びよ、ようこそ。巫女の忍び、お米が豊かに実るさ。お。豊穣を。かたじけない。お米は大事。またいただきにいらしてください。さようなら、巫女の忍び。巫女の忍び、お待ちしていました。さあ、お米をどうぞ。ほう。豊穣を。礼を言う。はい。お米は大事。しっかり噛んで食べてくださいね。またいらしてくださいね。この忍び、よくおいでくださいました。どうした？大事ありません。それより今、お米を。待て、顔色が優れぬ。ゆっくり休め。はい、わかりました。何かあるか？え？何か欲しいものはあるか？では、柿を食べたいです。わかった。巫女の忍び、いらしてくれたのですね。柿だ。まことに、取ってきてくださったのですね。食え。忍びよ、お手を。だが。もう大丈夫です。お手を。わかった。豊かな実りをあなたに。礼を言います。巫女の忍びよ、いただいた柿のおかげでたくさん
さん実ったようです。よければ流飲の巫女にも差し上げてください。わかった。戻ったか、狼よ。はい、九郎様に預かり物がございます。預かり物？これを。これは米か。はい、先方寺の巫女が九郎様にと。そうか、それはありがたい。良き米と見える実にツヤツヤしておる。噛むとはもうございます。噛む？狼よ、米は炊いて食べた方がうまいぞ。は、そなた甘いものは好きか？何でも食べまする。ならば嫌いではないのだな。よし、そなたに良いものを作ってやろう。良いものとは？それはお楽しみじゃ。いただいたお米でそなたに良いものを作ってやろう。良いものとは？巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。さようなら。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。さよ。待っておったぞ、狼よ。さあ、手を出すがよい。は、これは。おはぎじゃ。先方寺の巫女殿にいただいたお米でこさえたのだぞ。さあ、遠慮はいらぬ、食うてみよ。そうであろう、そうであろう。狼よ、
私のおはぎはどうじゃった？うもうございました。であろう。幼き頃から菓子を作るのが好きでな、平田のお屋敷でもよく炊事場に入り込んでいたものだ。いずれいとまができたら茶屋でも開くかのう。巫女にお米を渡していただけましたか？ああ、もらった米を巫女様がおはぎにしてくださった。まあ、流飲の巫女がご自身でそのようなことを。とても張り切っておられた。そしてとてもうまかったそれはよかったです。ああ、そうか、竜医の巫女もまた人なのですね。なんとは当たり前のことか。不死立ちもきっと故に迷い、それでも選ばれたのでしょうね。巫女の忍びよ、一つ聞きたいのですが。なんだ？巫女様の名は何と？九郎様だ。九郎様、とても良い響き。いつかお会いしたいものです。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。さようなら、巫女の忍びよ。どうか無事で。うん、おう、オオカミか。大事ないか？は。そうじゃ、これをそなたに。竜の涙、必ず手に入れてまいります。あ、頼む、オオカミ。私はあの方たちを失いたくないけれど、流飲をお返しする道、それを選べば皆と別れることになるかもしれません。そう言ってくれるのですね。
いいえ、皆。あのお方は本当にお優しいのですよ。これを渡してくださったのも。おい、ニコの忍び、いらしていたのですね。おかげで友達と深く語らうことができました。オチの巫女たちか。はい。それで、あなたにお伝えしたいことがあります。留院を立つのではなく、あるべき場所にお返しする道について。留院を返す。そうです。留院は故郷を放たれ、この日の元に流れ着いたもの、あるべきではない場所にあるべきではないものがある。故に我らのような歪んだ命を生み出そうとする者が絶えぬのでしょう。流因や流因に連なる我らはきっと帰るべきなのです。西へ、神なる竜の故郷へと。ただいかにしてたどり着くか、それはまだわかりません。定かなことを知る者は、先方商人ならば、あるいは。それは誰だ。この先方寺の開祖です。弱いは果たしていいかほどか、体内くぐりのうちにこもっています。巫女の忍びよ。なんだこれは。伏し立ちとはまた異なる道、故に無理にとは申しません。もし留院を返す道を望まれるならば、先方商人よりその術を聞き出していただけぬでしょうか。考えておこう。
巫女の忍びよ。もしや先方商人と会ってきていただけたのですか。死んでいた。先方商人は虫付き。何故そのようなことが。だが書が残っていた。これを拝見します。なるほど。蛇垣というものを二つ喰らえば流飲の巫女を治めるゆりかごとなれる。そうすれば流飲を故郷にお返しすることができる。私がそのゆりかご、私がなりましょう。お主しかと呼んだのだな。もちろんです。うん。私は越智の巫女のただ一人の生き残り。生中には死にませぬ。巫女の忍びよ、流飲を返す道を望まれるならば二つの蛇垣をお持ちください。心当たりはあるのか。おそらくは大蛇より取れる肝かと。柿のように赤く染まっていると言います。巫女の忍びよ、二つの蛇垣を手に入れられたのですか。ああ、手に入れた。この赤き様、確かに柿とはよく申したものですね。まことに食らうのか。もちろんです。そうすれば我が体は流飲をお返しするためのゆりかごとなりましょう。ただあなたの前でそれをするのははばかられます。時を置いてまたおいでください。狼、よくぞ戻った。源の宮へはたどり着けたか。はい。そうか、案じておったぞ。竜の涙、必ず手に入れてまいります。あ、頼む狼。
の忍び、そこにいらっしゃるのですか。お主、目が。やはりいらしてくださったのですね、巫女の忍びよ。私はゆりかごとなれたようです。手を取っていただけますか。ああ、これはひんやりと氷室のようでございましょう。だからほら、私の涙もこぼれ落ちる間にいてついてしまう。この氷涙をお授けしましょう。氷涙か、もしや。はい、おそらくは冷たい竜の涙が刺すのは、竜の涙とともにこの氷涙を飲んでいただくことかと。さすればきっと九郎様にゆりかごに宿っていただくことがかなうでしょう。巫女の忍びよ、私にできることならばお任せください。巫女の忍びよ、きっとまたいらしてください。狼か、大事ないか。はっ。そうじゃ、これを竜の涙、必ず手に入れてまいります。あ、頼む、狼。狼殿、おそばにおります。竜の涙、参りましょう、我が巫女。九郎殿、今はどうか安らかに私の心にとどまってください。
さようなら、みんな。私は行かねばなりません。我らの因果を断ち切るために。とても長い旅になります。それでも共に来てくださるのですか？はい。ありがとう、竜の忍びよ。九郎殿も喜んでおります。参りましょう。西に神なる竜の故郷の。